食い終わりました。今ね、12時50分です。少し休憩してね、出発しようと思います。1時間ね、遅らせてよかったですね。追加でね、食えると思いましたけど、もうお腹いっぱいになっちゃいました。締めて2980円です。ペイペイもね、可能でしたけど、一応もう現金用意しておりましたのでね、現金でお支払いいたしました。昔はね、もうよく食いましたからね。だってやはりね、捕獲でのね、牛肉弁当ね、あれはタレでね、カムフラージュしておりますね。なんて言ってもね、タレがうまいんでね、肉の味じゃなくてね、あれはタレの味でね、満腹感行っているようですね。ほっともっとのステーキでもそうでしょうね。硬いですからね、なんて言ってもね、私わかりますよ、客って落ち着いてね、もう私ここ一人になりましたから、こっそり13時にはね、出発しようと、もう会見で済ませましたので、ね、何か飲み物、またアイスクリームでもね、まあ、ここからね、大和西大寺まで約、そうですね、まあ、1時間行くまでね、ここから八木、大和八木までが約ね、10分少々で、大和八木と大和西大寺が約30分、まあ、1時間ですよね。まあ、生駒までなんですけどね、今日は。皆さん、前のところ、予約済みだったんですよね。1時間、他の方は予約入ってないということでね。電話かけたら、よろしいですということで、1時間ね、送らせていただきました。なんだか落ち着きますよね。満腹でございます。霜降りはね、たくさん思うように食べませんね。まあ、昔はね、500グラム、600グラム、今日で150グラムだったそうなんで、まあ200って食べてるでしょうか、私も。だから今日はもうライス、白飯と、ね、肉とお味噌汁でね、野菜はもういらないんで、柚子切りだけからね、いいですよね。もうね、出されてもね、嫌なのは嫌なんでね、なんでも自分でやってますからね、これね。まあ、18,500円、ね、全部込みですからね。まあ、お得、マジで高いって言われる方、いますけどね。どういう錯覚を、この人どういう錯覚、金銭感覚ね、狂ってるんじゃないのか。相場というものありますからね。安ければ安いなりのものしかありませんしね、高ければ高ければそれなりにね、あれいいものありますからね。
あまり大和灰原木はね、あまり知られてはないですが、まあ穴場ですよね、ここね。今私高原です、山奥ってで山奥とはね、まあ、大和高原ですね、こちら海抜 300m、ね、ですがね、本日風が少し吹いてますがね、昨年のように寒くはないです。神戸陸分寒いかというね感じで、夜は寒いですよ。もう夜は神戸とね10度の温度差ある時がね多々ありますからね、うん、日時格差が大きいですからね、温度一桁はね、気温の一桁はもうそれで普通ですからね。つい先日もね3度ぐらいまで下がりましたからね、その時神戸の気温が13度ぐらいだったんでね、やはりね10度近くね、やはり気温が違いますからね。でもね、海風がないんでね、比較的風さらりとしてますね。空気いいです、空気はいいです、確かに空気いいです。私午前中、ね、自宅出発いたしましてね、空気はね比較すると完全にねこちらの方がね空気に関しても上です。空気はよろしいです、高原なんでね。高原であまり慌てるといけませんから、やっぱり海抜がね 300m ありましたらね、酸素不足に、ね、なりやすいんでね、そこでやはりね落ち着いて行動をね、ね、まあのんびりとしていますから、こちらねいいですよね高原の町灰原です、宇田市です、梅田じゃないですよ、大宇田、大阪梅田でもないです、大宇田、昔大宇田町でしたからね、今宇田市になって宇田市大台になりましたからね。2時間40分ね、使用時間必要でしたからね。まあ、山陽垂水駅からちょうど100キロです、灰原まで、ね、遠いですけど、ね、それでやはりね価値あります。まあ、ここから奈良県でもね結構広いんでね。ここから大和西大寺でも1時間ですからね、約ね、まあ、生駒の方もさらにね少し、はい、大和西大寺も、まあ、早ければ50分前後ですよね。でも1時間はねやはり宮原って方がねよろしいです。で私ここからね近くにしてて大和八木はね15分、柏原市にいましたけどね、私はねそちらで乗り換えて柏原神宮前まで乗車してね、そこから約15分のところ、だからここからあと1時間前後ですよ ね今3時間ですからね、いいからね、あれね、まあ、近鉄線の良さ、あり方さ、やはり神戸に転居してね初めてね分かるものです。これは近鉄の良さはね、やはりこれはね神戸とね、私の感想ですよ、これはね私の感想じゃ比べになりません。まあね田舎ですけどね、こちらはね田舎でもそれなりに、ね良さがありますが、ですが十分通勤圏内なんでね、ご覧のとおりの天満台東行きのバスありましたしね、灰原なんていうの、灰原なんて三春台でしょうか、灰原日の木坂、灰原晴海が丘でしょう、とにかくね綺麗な名前、私その中でね
な、奈良県宇佐市、灰原、ヒノキ坂、なんとなくいいですよね。ネームバリューです。いいですよ。テーマでもね、もちろんいいだけどね、まあ、あの大阪まではね距離がありますけどね、1時間前後で、あの特急もね停車いたしますが、特急券が必要ですけどね。まあだけどいいですよね、灰原ね。三重県違いですからね、少し行けばもう名古屋のテレビあの見れますからね、縄で行きますとね。松坂も近いですからね、そんなに距離が、まあ1時間ですけどね、それでもね。行きやすいです。全部してつけてね。私はね、インターステル好きでしたからね。延々とね、遠距離でね、私も2時間ね、京都まで2時間通勤しておりましたからね。2時間は平気ですよね。例えば柏原神宮前から始発でしょ、始発だったらもう着席状態でね京都まで行きますからね。帰りはね、あの一人、柏原神宮から一人のとこありましたけどね。話でもう13時ということ、ではね、そろそろお茶を飲んで出発いたしますね。じゃあ以上ね、こちらはね、奈良県宇佐市、灰原、萩原、2472、2472番地の大和灰原牛牛源本店のレストランからです。お届けいたしました。牛の餌をね、大量に食いました。と言ってもね、1、2枚ですけどね。あらら、もう電池が消耗してまいりました。ではね、この後ね、ヘアサロンにね、向かいます。とりあえずね、この大和高原、灰原からも一言。私ね、99.99% の兵庫県人、神戸人、垂水人、渋谷人、気合ですから、近寄るな、略して神戸人、近寄るな、以上でございます。ではこちらからね、近鉄電車に乗車して生駒へ向かいます。ヘアサロンでございます。予約しております。返信でございます。ではね、まもなく出発いたします。